どうも、久しぶりです。今回なんですけども、こちら、グリキッドの中華製のプロコンになるんかな？ちょっとね、珍しいやつ。ちょっと初めてデビューするんですけども、こちら、蓋のような感じで箱になってます。果たしてどんな感じなのか。キングコング2プロコントローラー。まあ、いかにも中華製っぽい、中華製なんだろうなっていうのは感じるんですけど、まあとりあえずね、ちょっと今回レビューしていきたいと思います。こんな感じ。蓋になってて開けると、珍しいですね、この入れ方。箱になっててこんな形。いきなりもう本体が。中身ちょっと見ていきましょうか。本体、ステッカー、取説。それからプロダクツ。プロダクツのなんか他の商品。小冊子みたいなと、あとサポート系かな、コントローラーのケーブルが入ってました。ちなみに取説なんですけど、日本語とかは一切なく、英語と中国語っていう感じの構成になってます。以上となっております。コントローラー用のケースに入ってますね。また開けるとコントローラーが出てきました。すごいですね。珍しいですね。こういうケースがついてくるプロコンってめっちゃ珍しいと思うんですけど。一応この感じだったら、Android、Windows、Switch とつなげれるみたいです。ボタン周りとか見ていきたいと思います。ボタンは、あ、押しやすい。めっちゃ押しやすい。なんかいい感じ。ボタンはまずいい感じ。まずいい感じです。押しやすいです。これはなかなかいい感じの押し心地。スティックも良さげではあるんですけど、十字キーはなんかいい感じですね、十字キーも。で、プラスマイナスこれがね、プロコンみたいな感じで、これも押しやすいです。RL もカチカチと音が鳴るタイプで、悪くないですね、これ。トリガーはこんな感じ。結構軽め、ZR、ZL はこんな感じで、押しやすい。ひたすら押しやすい感じです。全体的にいい感じですね、感触的には。グリップのとこはここもザラメがついてて、グリップがちゃんとしっかり握れる感じ。ここも表面もちょっとね、軽くいい感じで処理されてて、滑りにくい。ホールドもしやすい感じです。パッと見た時どうなんかなって。デザイン的にはね、良さげな感じしてたんですけど、思った通り割と良さげな感じ。ここは加工されてて。これなら、ここ、白い粉とか出にくいし、このちょっとこの加工でね、意外といいかもしんない。作りも意外と安っぽくはないです。思ったほど安っぽくないですね。本ボタンがこちら。設定系、キャプチャー、スクリーンショットのボタン。これがなんだろう、ファイル切り替えかな、プロファイル切り替えかなんかかな。で、プラスマイナスボタン。で、ここ。これペアリングかな。オンボタンとかだけでいけるかな。いつも通り持ち方順番を変えるで、つなげていきたいと思います。ホームボタンで、あ、つきましたね、これ。そのままつながる、もしかして。もう一回スイッチにこれを押して切り替えていったら、つながりました。こんな感じで。とりあえず切り替えもう一回やると、このつなぎたい機種の切り替えをもう一回やるとうまくつながりました、ね、スティックの感度とかデッドゾーンっていう感じのとこは、こう傾けてもちゃんと追随してこないというか、割といきなりポンと離れるし、そんなにデッドゾーンは期待するほどは良くないです。デザインとかね、この外観チェックした感じはかなりいい感じでは受けたんですけど、デッドゾーンはちょっと正直、ちょっと違うかなって感じがする。いきなり結構離れてからいきなり現れる、ワープしたみたいに現れると、デッドゾーンのセンターエリアをなんか消す機能かなんかがあって、それをオンにしちゃうと、こういうワープする状態になるらしいんですよ。で、これ解除する方法は、まあ、ど真ん中にない。設定のこういう歯車チックな、このボタンと、このスクリーンショットボタン。これを押したら、振動が違うんで、振動を短い方にしといて、やると、こんな感じで、デッドゾーンが、
これデフォルトがこっちじゃないのが怖いな、びっくりした。長めの振動とね、短めの信号があるんですけど、振動起こるんですけど、これ同時押ししたら短めの振動にした時に、今ちょっとロングの振動、今ロングの振動するとほらこんな感じでワープするんですよ。これで設定変えるとこんな感じ、両方とも一応設定が変えられるみたい。同時に短い振動の方で、これ同時押しで短い振動になったらデッドゾーン細かくコントロールできるようになるんで、それをしたらデッドゾーン細かく設定することができるようです。ボタンの反応は全然いいです。ボタンの反応はなかなかいいです。ちょっとね、癖あるな、これも。で、他にもちょっとよくわからない。あとね、ファーストモードっていう、連射も設定できるけど、それも、その振動の仕方で変わってくる。だからボタンを押してるときに連射モードと、ボタン外したときに連射モード。この設定ボタン、1回目はボタン押しっぱなしのときに振動、連射モードになって、2回目はボタン外してるときに連射モード。みたいな感じ。連射ね、こっちの方が分かりやすい。インク飛ばすよりジャンプの方が分かりやすいんで、普通にジャンプってこっちの方が分かりやすいんで、これで解説したいと思います。バーストモード、連射のことについて。連射、普通はこの B ボタンを押した時にジャンプします。ただジャンプするけども、一回しかしません。この設定ボタンとジャンプ同時押し、押して B ボタンを押します。 B ボタンを押すとこのように連続でジャンプしてくれます。で、これもう一回バーストを押すと、これでこの状態で B ボタンを押します。で、指を離します。指を離すとボタン外しててもジャンプを繰り返す。こんな感じに、なります。3回目。これもう一回、このね、これと B を押すと解除されます。こんな感じで解除されました。これね、設定と連射したいボタン。これを3回繰り返せば一応解除になるんで、なんか動作おかしいなっていう時はこの連射入っちゃってる可能性あるんで解除するようにしましょう。ただちょっとそういう意味ではちょっと癖がこれも強いかな。なんかよくわからないモードもちょっと実装されているのは実装されてるんです。されてるんですけど、今んとこそんなとこ。だから逆に言えばこれうまくちゃんと使えたら割といいプロコンかもしんない。ここがね、擦れないんで、粉まみれみたいな感じにならなくていいんで、ここが擦れて、プラスチックの部分がね、擦れて、とかっていうのがないんで。ジャイロは、割と悪くはないのかな。意外と悪くはなさそう。ジャイロはまあまあいい感じだったんで、意外と、意外とテレビモードでやると意外といい感じです。思ったより、まあメンバーもいいだけなのかもしれないですけど、意外といい感じです。意外とでもできなくはないかもしれないですね。ここのまあ感度だけですね。英語の部分だけですね、を考えればできなくはないかなって思いました。もしもこれ久しぶりに使うとして反応がないとかの場合、普通ならこれでつくんですけど、つかない場合はまずこれをします。これをしてつなげたらつながるんで、もしこちらのホームボタンを押して反応しない場合はこれで再接続するようにしましょう。これで大丈夫。このコントローラーアミーボ対応します。ちょっとアミーボ NFC エリアにタッチしてください。ただこれ場所がちゃんと決まってて、この辺にアミーボをかざさないと読み込まないんで、この辺に重ねるとこのようにアミーボも読み取ってくれます。このようにアミーボも使えました。このコントローラーは一応スリープ解除も一応このようにできます。で、ホームボタンを押して、これで
しばらく待つと画面がつくと思います。こんな感じでスリープからウェイクアップ、直接コントローラーからウェイクアップも可能ですっていう感じで、いかがだったでしょうか。基本的になんだかんだ言ってこのコントローラー割と高性能というか、純正のプロコンでできることは大抵できる感じですね。割とだから思ってたより優秀、思ってたよりもなかなかいいプロコンに仕上がってるんじゃないでしょうか。今回はこちらのプロコンのレビューしてみました。気になった方は、ね、概要欄説明、まあ概要欄というと説明欄のところにね、このコントローラーリンク貼っときますんで、またチェックしてみてくださいという形で、今回終わっていきたいと思います。それではまた。